スタート、ブチルヒドロッペルオキシドとは、有機ヒドロッペルオキシドの一種。有機合成化学において、酸化剤、再酸化剤として用いられ、TBHP と略称される。純度の高い TBHP は爆発性があるとされており、通常の取り扱いは水溶液で行われる。TBHP の利用は、塩基を作用させ T 部をマイナスの形で、 嗅覚剤とする利用と、毒性や価格が高い酸化剤の使用を、触媒量に抑えるための再酸化剤としての利用に、大別される。水酸化トリエチルアンモニウムの塩基条件で、t b h p を、触媒量の4酸化オスミウムとともに、ある県に、作用させると1、2、ジオールが得られる。t b h p を、触媒量の二酸化セレニやジフェニルジセレニドともに、用いて、 アルケンやアルキンのアリルくらい、プロパルギ類を、ヒドロキシ化できる。触媒として、クロムの塩を用いアリルを、オキソ化する反応も知られる。モリブデンヘキサカルボニル6やバナジルアセチルアセトナート、ニオ触媒、TBHP を再酸化剤として、アルケンをエポキシドとすることができる。さらに、かつシャープレス不正エポキシ化は、不正チタン触媒と TBHP を用いて、 アリルアルコール誘導体からキラルなエポキシドを得る優れた反応である。カルボニル元と協約したアルケンは塩基条件下に t b h p を作用させると T 分をマイナスによるマイケル負荷を経てエポキシドに変えられる。t b h p 存在のもとジメシチルジセレニド触媒やクロム、モリブデン、バナジウムといった金属触媒によりアルコールを アルデヒドやケトンに変える手法が知られる。適切な触媒を選ぶことで、スルフィドをするホキシドやスルホンに、ホスフィンを、ホスフィンオキシドに、アミンを、アミンエヌオキシドやイミンに変えられる。セレニドに作用させて、セレノキシド脱流を起こさせることができる。他、ユーキペルオキシドや、加酸の誘導体を合成する際の資材とされる。ありがとうございます。